サイボーグ研究の第一人者の父の手により、死の淵からサイボーグとして蘇った少女リミット。人間ではないというコンプレックスに苦しみ、悲しみに暮れるリミット。父に自らの境遇を追い、ミラクルパワーはいらない。普通の人間になりたいと当たることもあった。その度に、父の温かい励ましを受け、また身体への改良も加えられ、日々を明るく過ごすよう努めていた。父もまた、娘の願いを叶えるべく研究に尽力するのだった。こんにちは、あたしリミット。本当はサイボーグなの。だからとっても不思議な力があるのよ。いい？ミラクルパワー！だけどこのことは秘密。